かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は。父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなくて。はい、ただどう考えてもおかしい。まずは様子を探る。油断せず進軍すべし。オスタール！カー！あ、人がいる。すみません。エバチこれにやり。武器を向けるってことは敵ですか？戦うしかないですよね。強い。てめえらでも叶わねえよ。強気あるな。すみません。二つに突っ込んだ。
言われなくても分かっています。ごめんなさい。相手が悪すぎたから。かの軍にはなかなかの将が揃っている。そうですね。もしかして半島の同盟軍でしょうか。落ち着いてください母上。それにして様子が変です。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界何を言ってる。負けた。あった。俺に勝てると思ってんのか。あ、はい。すみません。ごめんなさい。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だろう。父上に手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。この世界に来たばかり。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。やっ、せい。これぞ無双。この勝負、次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかと。ただならぬ、あれが敵の総大将でしょうね。そのような気を緩めるなよ、しもぎ。ここまでですぞ。これより先へは行かせませぬ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるんだ。戦わざるを得ない。何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませぬね。兵器も陳旧を倒す。おぬし、貴様ら、俺と戦え。なみなみならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎を戦つがお相手いたす。ただの雑魚ではないよ。そなたこそ生きながら見事。ではこの者と戦おうか。どこかで。
せたいようだ。奴は追ってきていないようです。あの凄まじい力は一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。私たちどこに迷い込んでしまったんでしょう。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ、それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ、己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。戦の準備を進めているようですね。黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。義軍だな。本体にこのことを
を伝えよ。我らは魏軍を食い止める。立て。先ほどとは違う軍勢のようだ。またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先遣隊。じきに本隊が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。どうやら他の使い方もできそうです。出陣の準備。義の先兵だな。思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。私の知力が破れようとは。魏軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、
義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。これ以上やけどする前に引くぞ。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常だ。戦うぞと合格か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。ですが、義にあんな趣味がいたでしょうか。信じるとでも。それはどういう意味です？
リクソン、もうよい。そのものだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫中坊、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫中坊、孫権だと。それに孫権、孫権、あだ、それは妙だ。え、異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど、本来私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。願ってもない申し出だ。よろしく頼む。行く白煙、全力で戦いましょう。孫中坊、この天下を新たなものとせん。帝将炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら、この主義法こそ。偵察に出していた兵が戻った。なんと、トウタク、かつて我々の世界でよ。トウタクは民を巻き込むのも気にせず村で略。ならば同行させてもらいたい。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。先ほどの妙な武器使えば陣地を。そうですね、ナオマス、他にもいろいろな武器が手に入ったし。戦いはどんどん激しくなってきてますね。ああ、そうだな。
直政殿、少し…あなたは…蓮氏殿。頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ。可能するといけないから、よかったらこの塗り薬を。ありがとうございます。姫様や孫賢様、無茶する人をそば…でも…で謝るようなことではありません。よかった。リクソンさんは…ええ、ナオトラ殿もいいけど…そんな…私なんて至らぬところばかりで…私など若輩者、まだまだ…とんでもないです。家のため、そして主君のために、さらに…私たちは似た者同士など…ナオトラ殿、そんな風に言わないで。あなただって強くて綺麗でとても魅力的だわ。でも本当ですか？そう。この主義法こそが時代を照らす炎だ。陸白炎、全力で戦いましょう。ナオトラ殿、共に力を尽くしましょう。天下無双か。当然だな。私こそ真の三国無双ですね。無双の部、ここに極まれり。
最善の結果だな。本田忠勝ら徳川の突然現れた不思議な武器、呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、呂軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と呂の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民よ、急ぎ董卓を倒し、非道な男だ。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。行きます。これでどうだ。これ
助けてくれ。奴ら、俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく耐えてくれたのね。私たちが必ず守るから安心して。助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。わあ、すごいのね。素敵だわ。行きますよ。烈光投影弾。いかがですか？大王が槍にかけ、来たれ水流。という同居。あ、馬長殿、見過ごすわけにはいくまい。義と愛の将たる我らが救わねば。さあ、銀兵殿も。はい、力いっぱい頑張ります。見事だ。その調子で奮戦せよ。知略試させてもらおうか。さすがは金鉢も、意と愛にあふれた勇士だな。金粒殿こそ正義を貫く男。その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。どなすぐに気がします。直政、正解。
私は帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。信長と聞こえたが、なぜ董卓がその名を。本当にありがとうございます。助かりました。無事で何より。ここは我々に任せてください。よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。もう二の目、また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って手まりがしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人を徹底的に痛めつける。新手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞ董卓を追い払ってくれた。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。それより我らは同志、共に軍の輩を打ち払おう。今門が閉まっているのに困ったの。では門番に軍を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。の兵だけで、ほんと自分本位な男。敵将、そこを動くなよ。調子で奮戦せよ。私の相手は不服かな。鉄鋼の攻撃だ。勝ったと思うなよ。
まあ、お強いのですね。私も勇気づけられます。あなたこそ真の三国無双ですね。直政、水産お任せを。私が負けただと。我が知略に挑もうとは無謀だな。残党だな。艦の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかして董卓殿はもういないのかの。そのようなら、あの人のため、私たちがここを地獄にしてしまいましょう。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。董卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの義心を一つにしたことで麦の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなた孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。この世界に来たばかりならば、劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は命を結び。信長か。と、わかった。この馬毛機、何者にも屈しはせんぞ。軍神の娘、韓銀兵。義、天下に示す。
よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなく剣心殿と命を結び、劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王とのとはいえ、俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているの。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え様々な人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える。それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら。だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と剣心殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況。正直、先の織田軍のやり方を見て疑問。それにこの世界の謎と新たなる。劉備様、剣武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵の信玄公のもとには雪村たちもいる。その通りです。どうか急ぎ救援を。分かった、いざ劉覇者検証。王公直、全てに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器を捨てられ。